聖剣伝説3が25年の時を経て任天堂スイッチに登場。6人のキャラクターから1人の主人公と2人の仲間を選択。キャラクターの組み合わせによって物語の展開が変わるトライアングルストーリーが 3D の世界で鮮やかによみがえる。私が死ねばどうなるんだっけ。覚えておくぞ、また会おう。キャラクターを上位の職業にクラスチェンジするとより強力な必殺技や魔法を習得できる。光、闇、選択したクラスによって見た目も能力も変化。ジャンプやコンボ攻撃など新しく追加されたアクションを駆使して強力な敵に挑め。マナの力をめぐり運命の歯車が再び動き出す。聖剣伝説3トライアルズオブマナは2020年4月24日発売。